どうも、ヤンです。今日は2019年10月30日水曜日の昼ごはんなります。今日は水曜日なんで、えー、チートデーということになります。チートデーなんで、炭水化物を食べてもいいということで食べます。じゃあ、1品ずつ見ていきましょう。これが、えー、いつものようにサラダですね、サラダ。サラダが1品と、これ、えー、味噌汁、味噌汁を飲みます。 それと、鮭、焼き鮭ですね。焼き鮭と、えー、オムレツともやしの炒めたやつですね。それと、炭水化物、やっと今日は食べれる。炭水化物は、これはミラノ風ドリア、ミートドリアですね。これはレンジをチンして食べようと思います。ということで、今日はチートデイの食事になります。え、炭水化物を取ります。ということで、以上です。ありがとうございます。